ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユウです。本日はベイヤーダイナミックがリリースしているメイドインジャーマニーのハイエンドゲーミングヘッドセット。こちら。MMX300 プロ。そして今僕がつけている MMX330 プロ。さらには一世代前のモデルになります。MMX300。 この3機種の比較レビューをお送りします。今年で100周年という歴史を誇るドイツの老舗音響機器メーカーが手掛けるゲーミングヘッドセット。音楽制作家に愛用されている同社のモニターヘッドホンの基本性能を受け継いだめちゃくちゃ音がいいゲーミングヘッドセットです。 中でも今僕が装着している MMX330 Pro は発売されたばかりの非常に珍しい開放型のヘッドセットです今お聞きいただいている音声は MMX330 Pro のヘッドセットマイクを配信向けオーディオインターフェース ROLAND Bridgecast X に接続して音を少し整えたものになります3機種の違いについてしっかりと解説していきますのでぜひ最後までご覧ください このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。チャンネル登録5万人を目指して頑張っています。有意義な動画、有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。3機種の違いについてご説明していきます。サウンドと仕様について、こちらの まあ、旧モデル、セカンドジェネレーションっていう風に名付けられている MMX300 は、同社の DT770 Pro 32 ω というモデルをベースに作られています。各部の仕様もその DT770 Pro に準拠しており、デザインもメーカーのロゴも一世代前のものになります。そして、こちらの MMX300 Pro と今装着している MMX330 Pro は同社のモニターヘッドホン Pro X シリーズと同じドライバーを採用している次世代モデルに位置しますえただサウンド面においてえ旧世代が劣っていてでこの次世代のものが優れているという感じではなくどちらのサウンドが好みかは人によるかなという印象ですデザインに関しても結構印象変わってきますので 好みは分かかれるかなと思いますこちらの方がよりゲーミングっぽい印象はありますねこの MMX330 Pro は開放型になっていてここに穴が開いているので低音の量感っていうのはやや少なく感じられますスッキリとしたサウンドですね MMX300 と DT770 Pro のサウンドっていうのは結構似ているんですけれども MMX300 Pro MMX330 Pro のサウンドは ProX シリーズとはかなり違いますイヤーカップやイヤーパッドなど、まあ、その他いろんな仕様っていうのは、えー、旧世代のもの結構踏襲しているので他のどのベイヤーのヘッドホンとも違う独特なバランスのサウンドに感じます内容物に関しては大きな違いがありますこちらの旧世代の MMX300 には、えー、専用のハードケースが付属し、えー、ケーブルは 1.2m のコンソールユースのものと 2.5m の PC ユースのものが2本付属しますで、えー、MMX300 Pro と今つけている MMX330 Pro にはハードケースは付属せずケーブルは 2.5m のアダプタで切り替えるタイプのケーブルが1本付属しますここがアダプタでこっちにすると まあ2本に分かれてで、挿すと1本で4曲のヘッドホンの穴に挿すことができるとそういった切り替え式になっていますここでマイクを MMX300 旧世代のものに切り替えてみましょうマイクの可動域このグースネックの硬さとかは基本的には全部一緒ですねこうグリーンと360度ほぼ一周するって感じですねで、グースネックも こんな感じでかなり自由に位置を調整することができますそれではちょっとヘッドホン切り替えてみますはい、えー、ヘッドホンを MMX300 に切り替えてみました、えー、音声の感じいかがでしょうかマイクの位置は、まあ、大体同じ位置にセットしているつもりでございますで、えー、最後に3機種使ってみた感想をお話しして終わりたいと思います、えー、MMX300 と MMX300 p r に関してはもう音の好みによって好きな方を選ぶのが良いっていう感じですねドライバーの、えー、種類が違うっていうことでサウンドの傾向が少し違うっていう以外はほとんど仕様が変わらないので まあ、どちらの音が好みかっていうので選ぶといいと思います。まあ、今つけている MMX300 の方が古い製品なので、安く販売されているっていう場合もあったり、ハードケースもついているので、コスパは MMX300 一番高いかなと思います。開放型で外の音が聞こえるこの MMX330 Pro は、 長時間の使用に非常に向いているなというふうに感じました。RPG などのゲームで臨場感を感じながら遊びたいという場合には、サウンドに少し物足りなさを感じてしまうかもしれませんが、 FPS やアクションゲームなど、情報を聞き取るのが重要なゲームにおいては、Made in Germany、プロの音楽家に愛されるサウンドの音景を十分に受けることができるはずです。音の定義が非常にわかりやすくて、解像度が高いので、いち早く情報をキャッチすることができると思います。また、開放型のヘッドホンの方がやはり、外の音が聞こえる分、すごく楽なんですよね。自分の喋ってる声も、 えー、そこから耳に入ってくるので長時間の雑談配信なんかをする人にはこの 330Pro めちゃくちゃおすすめです通気性も確保されるのがいいですねはい、えー、最後 MMX300Pro に切り替えてみましたマイクの位置は、まあ、同じぐらいを狙っているつもりです、えー、先ほどと、えー、音声の印象違いありますでしょうかでちょっと説明が前後してしまったんですけれどもこのヘッドホームケーブルはですね着脱式になってまして 左耳側に付けられるようになってます。で、コントローラーが付いてまして、ここでは、えー、音量の調整、スライド式で音量の調整ができるのと、あとはマイクミュートのスライドがありますね。ベイヤーダイナミックのゲーミングヘッドセットシリーズには、より安価な MMX100 と MMX150 というモデルがあるんですけれども、これらと、今回紹介した MMX300 シリーズには、 大きな品質の差を感じます。MMX100-150 に関してもレビュー動画過去にアップしてるんで、ぜひ説明欄の URL からそちらも見ていただきたいんですが、まあ、ベイヤーのヘッドセットを買うのであれば、やはり今回紹介した MMX300 シリーズ、Made in Germany を選んでなんぼだと僕は思います。いかがでしたでしょうか 現代理店のオーディオブレインズさんの頑張りで数年前と比べてベイヤーダイナミックのヘッドホンを試せるお店やイベントかなり増えてると思います今回もオーディオブレインズさんにこの300プロと330プロはお借りして動画撮ってますこちらは僕の私物です音に少しでもこだわって周りと差をつけたいというゲーマーの皆さんや逆に音楽を聴くのが好きで ウェブ会議や配信などでこのヘッドセットのマイクを使いたいっていう風に思っている人は MMX300 シリーズめちゃくちゃおすすめです。ぜひ店頭やイベントで試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。